クリップ、イオナダイオナダは、瀬戸内海西部の海域、愛媛県松山市、山口県の八代島、大分県の国崎半島に至る海面を指す。海域面積4009平方キロメートル、平均水深55.7メートル、溶石2232億立方メートル。領海及び、接続水域に関する法律の区分では、別府湾を含み、 大分県の姫島と山口県の宿島を結ぶ線を境界として、周防どに方与海峡を境界として、文後水道に接する。海底部は至って平坦な地形が続き、太平洋の外洋水が入り込みやすい。そのため岩しや砂場、アジなどの工業場となっており、早水瀬戸など潮流が早いところで取ることから、身が締まって味の良い魚介類が取れる。 海域に流れ込む一級河川には、東部側から渋信のと肘川、西部側から大分川と大野川があり、その流域面積は約46万ヘクタールとなる。気候は瀬戸内海式気候に属しており、晴天の日が多く、年間降水量も少ない。冬は関門海峡からの北西の季節風の影響を受けるため、雲が広がりやすい。また、 佐里岬と佐賀の関半島を結ぶ線のやや北海底に中央構造線が通っているため活断層が多く地震が多数発生する地帯としても知られる。最近ではイオナだ物語という観光列車が人気を博しており、県外さらには海外からの観光客も来ている。ありがとうございます。